電験算照機械、令和4年上期、問題15を解いていきます。括弧 A について、図において、K イコール5、T イコール0.1とし、入力信号からフィードバック信号までの一順伝達関数、回ループ伝達関数を表す式を計算し、ここから正しいものを選べという問題です。この問題でまず注意してほしいのが、一順伝達関数、回ループ伝達関数を求めようという問題という点です。これは何を言っているかというと、 この箇所を切って、ここから信号が出てくるとき、そのときの伝達関数を求めるという問題です。ではまず、この箇所を拡大して、このあたりに表します。この図において、入力を A、出力を Y とします。Y の信号がここから出てきますので、ということは、この点から、この点に Y の信号が戻ってくるということになります。 では、この箇所において信号はどうなっているかというと、まず A の信号が入ってきて、下側からは Y の信号が入ってきます。ただし注意してほしいのが、ここにマイナスと書いてありますので、Y の信号は引き算します。よってこの箇所においては、A マイナス Y の信号が伝わっているということになります。A マイナス Y の信号は、ここのブロックで JωT 分の1がかけられます。 式で表すと、このようになります。この式を変形させていきます。jωt をこちらに移動させると、このような式となります。-y を右辺に移行させると、このようになります。この式から y を括弧の外に出すと考えると、このような式となります。この式から y を求めると、y イコール1プラス jωt 分の a となります。 では次に、この箇所における線図について考えてみようと思います。この箇所は、この図の前側に取り付いている状態です。このような状態になっています。こちらから入力信号 X が入ってきたとします。そうすると X に K がかけられて、ここからは KX の信号が出てきます。つまり A の信号は KX となります。では先ほどの式。 この式の a に kx を代入します。この式を整理すると、このような式となります。問題文に k イコール5、t イコール0.1とありますので、それらの数値をこの式に代入します。式を整理すると、このような式となります。ところで、この図の後ろ側はどうなっているかというと、こちらから出力信号 y が出ます。ここから線が分岐して、こちら下側に行きます。 このような状態になります。ここから y の信号が出ますので、この点から分岐して、ここからも y の信号が出ていきます。この y の信号というのは、この計算式で表されます。この赤い式が伝達関数に当たります。よって、答えは、カッコ2番が正解となります。カッ b の問題について、a で求めた一順伝達関数、この式において、 当てはまるベクトル軌跡はどれかという問題です。ではまず、この式において、オメガイコール0の時を考えてみます。オメガを0にすると、分母の部分は1になり、分子は5のままです。ということは、オメガイコール0の時は5となります。そうすると、これらの選択肢において、オメガイコール0の時、5を示すベクトル軌跡は、この1番と3番に絞られます。 では、この1番と3番の図ですが、オメガイコール10ラジアンパーセクの時に角度が異なっています。1番ではプラスの45度で、3番ではマイナスの45度の状態になっています。よって、オメガイコール10の時を考えてみます。この gj オメガのオメガに10を代入すると、このような式となります。10×0.1 は1となりますので、 1 j1 となりますこの式から角度を求めていきます。極形式で表してみようと思います。まず分子の5は実部のみですので、角度は0度です。分母に着目します。実部が1で、虚部も1です。これを図で表してみると、このように直角三角形で表します。横が実部に当たり、縦が虚部に当たります。 両方とも1の長さです。ということは、ここの角度は45度になります。また、斜辺の長さは三辺方の定理を使うと、ルート2の長さと求めることができます。よって、1プラス J1 を極形式で表すと、ルート2四4 5度となります。この時、この角度の部分を計算する場合は、分子マイナス分母の計算をします。0度マイナス45度。 よってこの式を整理すると、ルート2分の5各、各マイナス45度となります。ということは、この2つの選択肢で当てはまるのは、こちらの下向きの45度の選択肢を選びます。ちなみに、この線の長さは、ルート2分の5の長さになります。よってこの問題の正解は、3番となります。